雪見大福は常温で8分待つとプニプニになるって知ってた？でも8分も待ってられないって人に朗報。レンジで8秒、するとこれぞ弾むプニプニ餅。雪見大福プニプニ。ここだけの話、雪見大福はあったかいお餅でアイスを包んでるから、出来たてはふわっふわでクリーミーですっごく美味しいんだよ。実はね、レンジで20秒温めるとまるで出来たてのような美味しさに。雪見大福美味しい。みんなも試してみてね。これからですね、3秒、8秒、12秒、20秒と温めた雪見大福、4つの雪見大福をランダムで食べていただきます。おじさんにはそれぞれ何秒温められた雪見大福を当てていただければと思います。はい。自信の方、いかがでしょうか？いや、あります。あります。雪見大福チンするバージョンもいろんな秒数で、お家でもやってきたんで。それでは1つ目の雪見大福をしてください。はい。もう、ふわふわのとこまで来てますね。いただきます。うん。結構、プニプニ。最初に冷凍庫から出した状態から考えると、結構もう、もちもち加減が。では、今食べた雪見大福、何秒温めた雪見大福でしょうか？私が食べた雪見大福は、8秒温めた雪見大福だと思います。正解です。ありがとうございます。それでは、2つ目の雪見大福をご試食ください。めっちゃ美味しい。お餅が結構柔らかいですね。柔らかくてあったかい。アイスの部分もちょっとこう温まってる部分と冷たい部分とあって、結構クリーミーになってますね。それでは今食べた雪見大福は何秒温めた雪見大福でしょうか？私が今食べた雪見大福は、20秒温めた雪見大福だと思います。正解です。それでは、3つ目の雪見大福をご試食ください。いただきます。なるほど。いやー、これ難しいんですけど、最初8秒食べて、20秒食べたんで、なんかそのちょうど中間のような気がするんですよ。本当に、ふわふわ具合も、アイスの温度感も。それでは今食べた雪見大福、何秒温めた雪見大福でしょうか？はい。私が今食べた雪見大福は、12秒温めた雪見大福だと思います。正解です。見事です。ありがとうございます。それでは4つ目の雪見大福をご試食ください。いただきます。温め短めですね。なんか久しぶりに冷たいキンキンの雪見大福を食べたんで、また新鮮で美味しいです。それでは今食べた雪見大福は何秒温めた雪見大福でしょうか？今私が食べた雪見大福は3秒温めた雪見大福だと思います。正解です。ありがとうございます。見事、全問正解おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、雪見レンチンクイズに挑戦してみて。いや、それぞれちゃんと、12秒とか結構刻んでるんです。じゃないですか、8秒とか。でもやっぱり、それぞれちゃんと個性があって、皆さんにぜひ全種類試してほしいなと思います。8秒は冷たい芯の部分と、あと周りがクリーミーになった状態と、なんか2層になったところが私は好きで、そこをなんか新しい自分の中ではなんか新感触的な感じで楽しんで食べてます。レンジで8秒だと常温で8分置いたのと同じような食感になるっていうことだと思うんですけども、プニプニもちもちで、あとやっぱ私8分なかなか待ちきれることがなくて、すぐ電子レンジに直行しちゃうんですけど、やっぱ8分待った待ちきれなさの気持ち、空腹感っていうんですかがスパイスなんで、8分待った方がいいなと思いつつ、いつも8秒で済ましちゃいますね。美味しいんですけど。なんか出来たてと同じような食感なんですよね。20秒って工場で包まれたばっかりの雪見大福みたいなんだなって思うと、なんかちょっと可愛さもありながらなんかプニプニして食べてますけど、全然またこの中のアイスのクリーミーになったような気がして、どちらも選べないくらい好きです。ちょうど1ヶ月ぐらい前にお誕生日だったんですけど、ドラマの撮影をちょうどしていて、なかなかなんか誕生日会みたいなのも家族でもちゃんとできなかったんですけど、でもその当日にドラマのスタジオに緑黄色社会さんが皆さんで来てくださって、で本当に簡単な楽器もなんか用意してくれて、それで私だけに向かって歌ってくれたんです。それが感激しちゃって、もうびっくりと嬉しさのあまりに大号泣しておってめちゃめちゃ心が弾みました。私人生のご縁の中でなんかお誕生日をアーティストさんに祝ってもらうってことがなんかよくあって、めちゃくちゃありがたいんですけど、なんかYOASOBIのお二人とか、今回緑黄色社会の皆さんにお祝いしてもらって、その度に感激してます。ごめん、全然聞かされてなかったし、全然いやだってスタジオの中にはさすがにいらっしゃらもうなんかそういう頭もなくて、でもなんかいつかそのドラマのその恒例みたいな感じでやってくれるのかなってちょっと期待してたんで、でも期待とか予想を大きく上回るサプライズでびっくりしました。インスタグラムのフォロワーを伸ばしたい。私自分で運営しているアカウントが今なんか期間限定であるんですけど、でもなんかスタッフさんがやってる私のアカウントもあって、でもそのフォロワー数に勝てないんですよ、どうしても。でも私が本当に撮ってる写真も一生懸命やってるのも本当の私なのに、全然なんか誰も見つけてもらえないというか、勝てなくてちょっと悔しいんですよね。伸ばしたいなと思ってるんですけど、ちょっとどうも SNS がちょっと得意じゃないので、伸ばし方あれば教えてほしいです。スタッフさんと勝負してるんです。そうなんです。でもどっちも映ってるのは私なんですけど自分と勝負してる、自分との戦いで。登録です。雪見大福は常温で8分待つとプニプニになるって知ってた？でも8分も待ってられないって人に朗報。カット1です。はい、終わりました。雪見大福の食べ頃は常温で8分、もしくはプニプニ。よーい、はい。不安になってます。こちら不安になってます。よーい、はい。はい、OK です。ありがとうございます。はい、美味しい。みんなも試してみてね。はい、わかりました。行きましょう。よーい、はい。レンジで8秒、すると。レンジで8秒、するとこれぞ弾むプニプニ餅。ここだけの話、雪見大福はあったかいお餅でアイスを包んでるから、出来たてはふわっふわでクリーミーですっごく美味しいんだよ。実はね、レンジで20秒温めるとまるで出来たてのような美味しさに。実はね、レンジで20秒温めるとまるで出来たてのような美味しさに。